マンチェスター・ユナイテッド再侵入。そのクラブにすべてを捧げて、引退後もサポー。から熱烈な支持を受けるレジェンドとこ。レル選手もいれば、移籍、給与言動などが原因。サポーターから歓迎をされない、嫌われた線。燃える、今回は、さまざまな理由からマンチェスター。ユナイテッドで嫌われた選手を紹介する。フォワード・ロ。 ルルカク・ローマー青年月日、1993年3月15日マンチェ。ターユナイテッド通算成績、96試合42得点13足。トコンシーズンのマンチェスターユナイテッドはスポーイービーナウで全試合配信中。ユーネクストから加入で無料トラ。アルジシ中。PR ベルギー代表のロメルルカク。マンチェスターユナイテッドでの通算制。 が96試合出場で42得点13アシストと、全く活躍しな。ったわけではない、しかし、クラブの目標達成。軸に考えたとき、ファンに与えた喜びは甘、ま。大きくなかった。ルカクは2016、2016-17シーズンに言えば、トンでリーグ戦25得点6アシストという見事な。旗を残し、2017年夏に移籍金8470万ユーロ。 1> 約1億円でイテッドに加入したユナイテッド1年目は買いから好調でプレミアリーグ第7節までに7得点。記録している。最終的にこのシーズンは16得点7。シストを記録しており、数字としてはマズマ。だが、大きな問題があった。それは、あまりにも。ゴートの試合に弱いところで、大一番でことご くくしているユナイテッドは最終順位が6。だったが、上位5チームとの試合でルカクが決。タゴールは、フルスチェルシー戦での1得点のみ。ビッグマッチは、周囲からの注目度も高。結果が出ないたびにルカクは批判の的にな。他、ファンからの信頼が揺らぐとルカクの目。タルにも影響したのか、成績はシリスボミに2.2019年。 は、遺跡が噂になっている段階でフルスアンで。レヒトの練習に無断で参加し、ユナイテッド。罰金処分を課されるトラブルも起こしてい。次ページ、最悪の敵、最悪の味方、関連記事、もう。たくない、マンチェスター・ユナイテッドで。割れすぎた選手全選手紹介、もう見たくない。チェスター・ユナイテッドで嫌われすぎ。選手、1、もう見たくない。 マンチェスター・ユナイテッドで嫌われすぎた選手に両、イングランドコラムサッカーニュースプレミアリーグベルギー代表マン U マンチェスター U マンチェスター・ユナイテッドロメルル各欧州サッカー海外サッカー